サービスカットは映画やテレビドラマ、あるいはアニメなどの映像作品やゲーム、漫画などにおいて、その作品の本筋とはあまり関係なく、もっぱらファンを喜ばせるために挿入されるカットを呼ぶ業界用語。サービスショット、サービスシーン、ファンサービスとも言う。期限は不明である。しかしながら、比較的一般的な手法として映画、テレビなどでは常用されている。 しばしば見かけるものに、お色気シーンがあるが、それ以外にも、主演女性アイドルのクローズアップや、プロモーションフィルム的なシーンなども、サービスカットと呼ばれる。事例として、有名なものに、以下のようなものがある。他にも、例えば、オンザロードでも役楽なく、秋川リッサの売春シーンが挿入された部分、ラマンチャの男で、アルドンサ、ドルシネア姫を演じたソフィアローレンの服が剥ぎ取られ、 そうにななるシーンなど事例は多いこれらは本編の魅力以外にもそのようなサービスカットによる魅力を付け加えることでより工業性を高めようという目的のために行われるものである。ただしあまりにサービスカットを乱用すると低俗な印象を与え作品そのものの評価を引き下げることもある。派生して、例えばアイドル水泳大会などで水着や着衣がずれて ハプニング的に乳房や局部があらわになることをサービスカットと呼ぶことがある。事態の発生を演出として意図している場合は、専用のモデルが呼ばれているとも言われた。サービスカット漫画においては、登場人物の入浴シーンなどで裸体をあらわにしたり、下着、水着姿などが挿入された場合に指すことがある。ドラえもんの源静香の入浴シーンも知られる。 作者が自らそういう場合もままある。また、ハプニング的に生じるものもサービスカットに捉えられることがある。アニメにおいてもラブコメディケートを中心に動詞の場面が盛り込まれることがままにある。ABCDEF サービスカットサービスシーン。喫茶パラダイスアカラミアンド導人用語の基礎知識。2012年1月1日閲覧。ありがとうございます。